C24の皆さん、こんばんは、こんにちは、ビストリップのゆうです。トミです。僕らが、11月に出したドロップノートはもう買っていただけましたでしょうか。買っていただけましたか。2日前ね。はい、イエーイ。今日7日だから、あとはいつ5 5日でできました。あ、出ました。出ました。はい、まだお手元にない方はね、今すぐバーって言ってからこれを見てくれないともうこれ止まるからね。見てから買ってくる。ということで、その、ドロップノートのねジャケットについてちょっとゆうくんに語ってもらおうと思います。僕は全く一切タッチしてないんでわからないんですけどね。何を言ってんだよ。ということで、じゃあ海さんお願いしますよ。いや僕は荷が重すぎて全然。さらで俺さジャケットの説明したのよ。3ヶ月連続分だからでしょ。ドロップノートだけじゃない。でアローンも説明したのよ。はい、見たでしょ。見てるな。おい見たでしょ。すげーに良かった。すっげー面白かった。でもう笑って涙がね止まんなかったよ。ジャケットについての話をしたことがもう話してる。まあ分かってるじゃん。でも分かってるじゃん。ドロップノート違う。ドロップノートはアリですかね。ごめんなさい。すいませんでした。ということで真面目に海が解説してくれる。ジャケットに関してはろくにこの人は全く関与しても興味がないらしいです。ごめんなさい。まあなんていうかドロップノートに関してはコンセプトはコンセプトはサラとサラはすごい抽象的なものがメインだったんですよ。あ、どうぞあちらに向かって。詩にも関係ないし曲とかプロモーションビデオとか一切そういうのには関係ないものがサイラーはモチーフになってまして、うん、でアローンはあれは歌詞と曲、まあ、特に歌詞なんですけど歌詞の、全体、特に一部分なんですけど一番重要な部分の、ね、を、比喩したジャケットなんですよ。今回ドロップノートに関してはもっとすごくアバウトな、すごくよく言うとアバウトで、説明がアバウトだからね。そう、言ってしまうと適当な感じで聞いた感じ見た感じ流れね、なんとなくこんな感じかなっていうののイメージをもうごちゃごちゃに混ぜていったような曲なんで。あ、曲の話をしてんのね。だから曲もそういう曲じゃない、結構ごちゃごちゃじゃん。そうですね。だからジャケットもごちゃごちゃで一つだけはすごい開放感のある感じでした。で、3枚連続が出まして、1枚目のどっちだっけな、どっちなんか忘れたけど1枚目の通常版かなだからバーッとね、こう、何枚その曲を見てる貴様が何枚持ってるか知らんか。俺6枚でしょ。俺12枚持ってるから。あとで良く見てね、出た順番にね、よく見てもらえるとおぉっていう。すごいちっちゃく品番って書いてあるじゃん、CD って右下にね。 MJCD 52,500円、一番いくつだったけど、あれもちゃんとよく見て、並べてみてね、見てくれたら、なんでそこなんかあんの？あ、MJCD こうバーッと並べるじゃん。で、すごい寄り目にするじゃん。こう上に MJCD を寄り目にすると出てくる。マジで？本当に？うっそ。なんだよ。本当に騙されちったよ。すごく簡単に言ってしまうとパーッとね、繋がってるんですよ。繋がってるんですけども、ただ単に繋がってるだけじゃないんです。一番初めからパーって見て最後でパーっとつながりましたで終わりじゃないんですよとまでしか俺は言いません。いつもの悪い癖だよね。本当に困るよこういうの。ほら謎解きが真ん中世だよ。楽しいじゃん。もうあれだからね、ねじ曲がってるからね性格が。これを聞いてね、これ見てちゃんとスッキリできたらあなたは IQ 高いですよ。あ、すっきりすっきりみたいな、もやっとしてたらもやっとボールを海にね、おめえの頭みたいな、なんかトゲトゲしいんだよみたいなね、やってもらえると。そういう感じですよ。そうですね。というわけで3ヶ月連続リリース、無事にしてきたビストリップですが、今後はどうなるんですかね。今後ですよ。
何が行われていくんですか。何かあるんですか。今発表できることは。え、俺今日家帰ったら餃子食うかな。今日何曜日？今日だよ。11月7日今日は金曜日ってことでしょ。あ、金曜日だ。王将に行きますか。あれは王将に行きます。そう、なので王将を差し入れてください。よくわかんないです。ということで、まあ、つまりは何も決まってないです。そう、現在言えることは何もございませんということでしたね。含みを持ってね、まだちょっと言えないんだとかじゃなくて、何も決まってません。そう、どんまいだね。どんまいね。その頃ビストリップがあるといいけどね。来年もね。悲しいことを言ってしまいました。すみません。ちゃんと綺麗に締めて。はい、ドロップノートまで無事発売できたので、全部9曲プラス職一さんで参加したオムニバスの方も合わせて全部で10曲、10曲ね10曲をこう1曲1曲こう噛み締めて、すげえ聴いてもらったり DVD 見てもらえると、嬉しいです。噛み締め、聞き締め聞き込むじゃねえよ。聞き込んでくれると嬉しいです。ということで、いいですか、締めて。あ、締め終わりで。まあ、いいんじゃないの。そんなわけで、ビストリップでした。バイバーイ。